はい、皆様こんにちは、こんばんは。またね、来てしまいました。ここはね、なんだっけ、うどんこっていうとこなんですけど、はい、春になってきましたからね、まあ3月頭ですけど、桜わらび餅だって。ここはね、うどん屋さんなんですけど、餅をね、結構売ってるんですよ。黒蜜だって容器に入れて、はいはい、メニューね。こちらほら、揚げ餅汁粉、黒蜜わらび餅、黒蜜きなこバニラね、こういうものがありますね。はい、おすすめうどんこ天丼セット頼みましてね、厚切りロースカツ丼セット、前も紹介しましたが、一応ね、タンタン肉うどんね、力もちみぞれうどんも美味しそう、ね、いろいろありますからね、来れる方はね、あ、ちょっと光っちゃうね、いいかもしれないですね。うん、酢うどんもあるんだね、480円だって。セットもありますから、カレーうどんもね、このもつっこセットとかね、一通りね。アナゴ天丼セット大きいですね、アナゴプラス150円でタンタンとかいろいろありますね、おろしぶっかけ。で、この反対側、はい、鍋。今日は寒かったですね、風がね。これでありますね、鍋の種類、八丁味噌、味噌、ネギキムチ、煮込みタンタン、美味しそうです。はい、辛味餅とかね、ずっと上行きますね。ま、抹茶アイス、揚げ餅シルク、はーい、これももつっこセット、もつっこ定食、はーい、こんな感じです。うどんこのメニューでした。はい、終わり。